はい、どうも峰島です。今回はですね、村田兆治さん逮捕されたみたいです。なんか空港で逮捕されたみたいで、保安検査場ですね、羽田空港の保安検査場で通ろうとしたら金属探知機が何回も反応して、それで女性の検査官に暴行したっていう話なんですけど、なんか肩を押したみたいなんですよ。それが暴行だっていう話なんですけど、72歳っていうことでね、まあお元気だとは思うんですけど、なんか65歳ぐらいまで135キロ出てたらしいんですよ。ストレートがね、投げる、自分が投げるストレートが135キロ出てた。まあ僕も135キロ出ませんからね、普通に。100キロ今出んのかな、まあ、僕ももともと野球やってたんですけど、100キロ出ないんじゃないですか。だからもうすごいレジェンドなんですけどね。それがなんか知らんけど暴行事件になってるっていうことで逮捕されてるって話ですね。記事によると、その肩を押したから逮捕っていうことで、暴行だっていうことで逮捕だって話なんですけど、まあその金属探知機をね、何回もブザーが鳴っちゃってなんか切れたんじゃないですか、そこで。まあこれはあくまでも想像妄想憶測ですけど、切れちゃって、で肩を押して逮捕。でも肩を押したぐらいだと逮捕はいかないんじゃないですかね。だからよっぽど、僕のこれは予想ですけど、よっぽど暴れたんじゃないですか。暴れないとね、まあ暴言吐いて暴れたりとかして、その中の一つが肩を押したっていう感じなんじゃないですかね。まあご本人さんはね、殴ったりとか蹴ったりとかそういう暴行はしてないっていう話なんですけど、まあでもちょっとこうやって押したぐらいだったら逮捕はされないんじゃないですかね。だからよっぽど強く押したとか、バーンってね押したとかね、やっぱりまだまだビュンビュン投げられるから力はあるんじゃないですか。それでまあそんなことになっちゃってるって話で、村田兆治さんって言ったらもうね、マサカリ投法でね、皆さん知ってる人が多いと思うんですけど、ちょっとショックではありますよね。251勝したのかな、プロ野球で251勝して名球会に入ってるっていう人なんで、まあびっくりでございます。まあ村田さん云々別にしてね、そのツイッターとか見てると、ツイートでね、元保安官だっていう人がいてツイートしてましたけども、やっぱり保安官って結構言われるみたいなんですよ。暴言とか暴行までいかないけれども、ちょっとね小遣いたりとかするんじゃないですかね。だから、まあ、やっとかっていうツイートが出てましたけど、保安検査場でさ、こう並ぶじゃないですか。で結構混んでる時なんかはそわそわしちゃったりとかして、なんで早く行けよっていう気持ちになる時もあるとは思うんですけど、それでやっぱり何回も何回も金属探知機で引っかかっちゃって、どういう感じなのかよく分からんすけど、切れちゃったっていう流れなんでしょうね。周りになんか誰かいなかったんですかね、一緒に同行した人とか。一人だったのかな、どうなんでしょうね。その辺は周りに誰かいればね、いやそんなんやめなさいよって僕だったら止めますけどね、よっぽど暴れてるんだったら。という感じで、村田兆治さんなんと衝撃の逮捕ということでね、ニュースになってますけれども、詳細はまたニュースで流れるでしょうから待ちたいと思います。まあ、251勝して名球会入って、まあ、残念ですね。残念の一言でございます。まあ、皆さんも、保安検査場では暴れると逮捕になるということで、今回は終わりたいと思います。まあ、こういう気になるニュースがあればまた取り上げていきたいと思いますので、見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。